東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の森前会長の女性をめぐる発言の影響でボランティアを辞退した人に対し、今後活動に参加する意向があるか東京都が改めて調査することが分かりました。東京大会では都が募集したおよそ3万人の都市ボランティアが駅や空港での案内などを行うことになっています。 しかし、森前会長の女性蔑視とも取れる発言を受けて都にはこれまでに少なくとも187人から活動を辞退したいという連絡が来ています。東京都では大会が1年延期されたことですべてのボランティアに対し参加する意向があるか調査することにしていて辞退の意向を示した人も調査対象に含むということです。 担当者は事態の連絡があった人でももう一度協力いただけるとありがたいとしています。